はい、ということで今日まだ私は福岡にいるんですけど、はい、何するんですか。まだやることがあるんですか。はい、オンレートリレーさん、リレーさんショッピングじゃない。あ、ショッピングするのね、うん、そう、うちらが一番ね待ってたショッピング、コスメのショッピングです。おお入りますすね、うん、コスメとかスキンケアとかそういうものがねちょうど見たかったんだけど、もうちょっとエヘ乗れないな。何、うん、化粧品俺がついてくなくて二人で見れるでしょう。いやいや、うちは韓国ではコスメとかいろいろ買ってたんだけど、日本のねコスメが気になってた。ただね一個問題があって、うちらには情報力がないんだよね。何がいいかどこで買ったらいいか何が流行ってるか全く分かんなくて困ってたら、ちょうどとある企業さんからね招待をいただいたんですよ。おっとありがたいね、毎回。そうなの、日本来るたびに。今回招待してもらったとこもこうやってコスメとかいろいろ置いてるところなんで、はい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 、でぜひここで買い物してみてくださいって言われて。あ、じゃあ撮影許可もらってんのね。うん、私はもうついてるから今からこちらショッピングしていきたいと思います。はい、行きましょう。ここニューミー。おー、ここがね独特なのが、一般のコスメのお店とはちょっと違ってて、ネットとかでしか買えない商品なんです。あ、分かる。 TikTok とか、うん、なんかリールとかで見てるやつで、うん、どこで売ってんねんみたいなやつあるじゃん。そうそう、そういうのが売ってるってこと。そう、そういうのをいろいろ700個くらいあるんだ。めっちゃいいやん、行こう行こう行こう。どれ、何の話。700%ただよ。おー、あらま、綺麗な。あ、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。販売員の方。そうです、販売員の方。はい、ありがとうございます。ここが女性の好きが集まる体験型ストアになっております。体験もできるんですか。そうです。体験ができます。実際に。はい。体験も全部できて、いろいろ介入もできる。何？何？何？実際にできて？介入もできる。介入？介入？介入って何？ごめん。購入ね。あ、購入。購入はできる。うん、で一応ネットでしか販売してないものとか、はい、サロンでしか置いてないものが購入できるので、はい。じゃあ一回ゆっくり見てみましょう。はい、これをこれ全部もらえるって。いやいやいや。何の話？誰もだよ。うちら招待してくれただけ。あ、買うのは買うのね。そう、どっから来たの？本当に見たことないやつばっかなんだけど。そう、ここがねなんか人気商品らしい。ここになんか QR コードあるじゃん、うん、この QR コードを取ったら購入できるサイトが出てくるんだけど、気に入ったらカゴに入れてね購入したり。あ、確かにカゴがないね。オッパ、これを写してみて一回。はい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 。で、ここでカートに入れて、カートに入れるやれば購入もできるの。すごいな。うん、まあ、ちらっと見るか、ちょんげばな。いご、まあ、テストラ抑えちゃな。おんまね화장품을당회사할때제일먼저손에발라봐。あのね、本間はやっぱ韓国でも、うん、もう歴戦の猛者なんですよ。なので、ね、これ名前出していいのか分かんないけど、うん、ね、アモーレパシフィックでね、うん、ずっと販売員やってて、うん、で、엄마조금전에이거살짝발라봤는데진짜깜짝놀랄정도로좀만들어봤어요。사때밑에엄마진짜사때밑에너무부드러워가지고 絶対아니오늘感想を言わせるチャンスをくれよ。分かんの違いとか。うん。うん、プレモショッピングみたいな本を見てると、うん、化粧品とかだけじゃなくて、うん、面白いものいっぱいある。面白いね。だからね、なんかネットとかで見て購入するときあるじゃん、ちょっと不安じゃん、これがいいかよ、はいはいはい、悪いか。実際に実感して買いたいって方にはちょうどいいよ。確かに、ね、こういう楽天で1位刺す美容針みたいな、うん、こんなんて、あ、なんかの広告で見たことあるけど、うん、ここで売ってんねんみたいな、うん、そういうのを集めてるのね。え、これ何？これ気になるんだけど。これだから美容の針でしょ。これダーマローラーですか？あ、そうです。ダーマローラーってことはあの、はい、ダーマペンからのやつですか？一応針がついてまして、はい、化粧水の浸透とかを良くする。え、こういうの売ってるんだ。そうです。出た CBD。 CBD ね。これ何かとよく聞くよね最近。 CBD すごく人気で、はい、結構飲むタイプもありますし塗るものもあります。 CBD ってあれですよね、大麻の成分からの合法な合法なやつです。はい、うちの妹がもう大麻が好きで
違う違う。あ、んでこの前日本に来た時 CBD のコーヒーを初めて飲んで、あ、いいなとは思ってた。あれからもう日本に CBD のために来てるんだ。ここが洗顔とかクレンジングになってる。こういうのね、あ、ここで実際に顔も洗っちゃったりして、はい、これ何の洗顔ですか。これはここにある洗顔なんですけど、ここに、わー、実はうちの家族泡でよく喧嘩してて、泡で、おとといも、おとといもちょうど喧嘩してて、ちょうど泡のために喧嘩してたんですよ。本当になんで、どういうこと。うちで使う洗顔は植物性で泡立ちが良くないやつ。良くないやつ、ちょうどそれで喧嘩したの。こういうのがよく、その TikTok、SNS で出るじゃん。そういうのね、固くなに使わないの。今日ちょっと良さを教えてあげよう、このタイプの泡の良さを。うわめっちゃ黒、めっちゃ黒、香りもすごくいいのに、うん、あー、そうだ、言ったでしょうね。で、あ、ちょっと今探すよ、今知ってる。ちょうどこれ、うん、日本の港区界隈で、うん、すごく最近よく聞くワードで、これ言えないんだけど、うん、結構芸能人とかって今、うん、体に幹細胞を入れてるらしい。表では売られてない、なんか裏商品、裏で取引されてるみたいなイメージがあったの。なんか人の人幹細胞って、うん、人を誘拐して作ってるらしい。いや絶対ないんでしょ。人幹細胞結構有名なんで、これ多分表じゃ売れないやつですよね。違う、あ、そういうことじゃないんですよ。でも効力は抜群らしいね。え、じゃあめっちゃ気になるんだけど。一応肌のターンオーバーとかを正常に戻してくれる効果があるので、はい、だんだん21歳から2歳ぐらいになると肌の生まれ変わりが遅くなってくるので、そうですね、それを助けてくれます。乳酸菌ですか。あ、乳酸菌そうです。あ、生きてるのがね、まあ、今は話楽しかった。うん、今日あれ違う今日、うん、全然このお店コスメだけじゃないじゃん、うんうんうん、よかったら CM を用意してるので。どれですか。あ、こちらになります。これが効果が、はい、バストケアとかになるんですけど、胸が、胸が高くなるんですか。え、何ですか。普通に美味しい、うん、バニラの、そうですね、バニラの味。え、ちょっと洋乳の味する。これコーヒー牛乳、はい、これ普通のコーヒー牛乳。こっちの濃縮のものなんですけど、コーヒー牛乳なんですね。コーヒーの味、なんかすごい、うん、これ濃縮なので、はい、これをお家で水とか牛乳で割ってもらうとできます。ヨギ全部飲むわな。赤文字かヨギシャンプー台もあって、ここでシャンプーもできるらしいわ。これ選んでシャンプーするって感じですか。実際に気になる商品を体験ができます。めっちゃいいね。僕たちティーファミは髪の毛が常に悩みを抱えてまして、はい、髪の毛に恵まれなかった家庭 で、スカルプ的なのもある感じですか。そうですね。これが炭酸シャンプー。あ、で泡で出てくるシャンプー。あ、炭酸。これをしっかり汚れ取ってくれるので、ここが一応メンズコーナーになってます。男性の人気な商品が多い。俺気になったからさ、うんうん、シャンプーしてくるんだよ。やってくれる。美容師免許持ってるので。あ、え、そうなんですか。もともと美容室で働いてる。あ、そうですか。下にメイクのあれもあったし、ここでもう好きなように試してやって、めっちゃハゲや。あめ。근데진짜웃기다매장에서상품으로머리도감아보고집에안가도돼여기서얼굴씻고메이크업도응메이크업도하고메이크업도해야돼그러면여기진짜진짜되는거야와시원합니다거품봐봐どうだった。あ、寝てた。マジで寝てたよね。すっごいさっぱりした。これ、なんでお掃除するんですか。シャンプーです。これ、これが炭酸、すごいスースーするスースーえ、すごいスースーする大丈夫。なんかしました。これが炭酸。炭酸です。すごいスースーする。え、本当にスースーする。トイレに穴開けました。開けるわけねえだろ。はいはい、ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。楽しかったね。ノーブルでした。いや、なんか今回買いすぎちゃう。確かに。見て、これ2人で住んでる部屋じゃないよ。
ハラハラするんだけど、買い物しすぎて。いくら使ったよ。お前、ちっちゃい旅行なんすよ。どんいろけばやすぎ、興味よ。うちは。今まで一番使ったよね。うん。あとね、このニューミーさんね、使っちゃったね。ドンピシャだった。ドンピシャだった。面白かったね。置いてあるものが、もう、ネットでもすでに有名なものを選んで置いてあるから、うん、選びやすかったし、うん、新しかったのよ、うん、1時間あっという間に過ぎたよね。一日で見たらずっと目が回るや、目が回るちょっとそれぞれ買ったもの見せていきます、うんうん、であやこや言いながら、なんでそんなに買ったの言ってた俺、そのあやこいや、むしろ好きですよ、僕文句言ってた大将、うんうん、言ってないそんなことじゃあそれぞれちょっと気になってたのを買ってきたんで、はい、見していきますか、はい、まずは、一番、騒いでたやつ、うん、こちらの幹細胞シリーズ、それのパウダーウォッシュとフェイスマスクと CS ローションこれ気になるよね。そう、お兄ちゃんがずっと言ってるから、これを自宅で使える缶が初めてだったので、じゃあこれから使って試してみたいと思います。多分ね、この幹細胞っていうのが世の中ね、こう浸透してきたのが割と本当に最近のはずだから、相当いいんじゃないかなって期待はしてる。あと途中さ、うん、これ一回使ってみるか、ハイパーダーマーローラー、うん、これね、皮膚科でね、一回似たようなやつやったよね、うん、そう、そうです。あ、でもこれさ、これこういう風に売ってるんだ、うん、これね、お前これ、お前も買ったでしょ。ええ、お兄ちゃんと買ったやつ似てるかもね、だって話すの上手いんだもん。気になった。幹細胞気になっちゃったでしょ、うん、うちも実はこれちょっと色違いで、はい、これなんかパッと見拷問器具みたいだけどだからこれを幹細胞を浸透させてからこれでグリグリ、あ、結構チクチクする。で、一応これでなんか除菌した方がいいんだって、うん、除菌スプレーと、うん、あとラストはスースシャンプー。わあ、これめっちゃ良さそうだったな。これも買いでしょ。これ異常にスースーした、一回使ってみ。頭にディスクをこすりつけられて、うん、台風の中に立ったぐらいいや、本当にあった。え、本当にスースーした。いや、マジで髪の毛、うん、頭皮全部ズル抜けにさせられた後フーフーされてるぐらいのそうない、うん、これ使ってみないと多分体験できない、うん、一回使ってみ、まあ、以上、ええよ、こんな感じでした。やらかった結構買ったね、うん、ちょっとうちはやっぱりスキンケアが一番気になってたんだけど、なんかボールだけバイセスか、ちょっとね、ちょっとお兄ちゃんの影響を受けまくりました。これ全部同じブランドのやつなんだけど、俺の影響を受けすぎて悔しかったでしょ、認めたくなかったでしょなんかさ、お兄ちゃんが持ってるもの昔から欲しくなるんだよ、ね、意外とね、うん、うわ、のワニダセットもさっさ、そう、びっちりさ、あんこれナノアのクレンジングオイルとクレンジングウォッシュ、クリームとアイクリームとセラム、まあ、最後なんだけど、さっき見てたお兄ちゃんとなんか思ったのが、プレゼントとかするときあるじゃん、試してみてから選んであげたら受ける方たちももっと気持ちが込んでいいじゃん、使ってみたんだけどめっちゃいいよっていう感じで、人にあげるときも他とまず被らにくい、うん、で、あげたときに、あー、それそれどっかで見たけど欲しかったっていう、そう、そういう部分がいいよね、うん、最後にこれは入店してくれてる方たちにくれるもの、期間限定かな、一個ずつもらった、うん、コースドリンクだって、これも無料でいただきました。じゃあ次も甘くおいてフンチンポン、あー、あか泡が너무좋아가지고써보니까너무좋더라고사고막파운데이션이저도낫고났대샀어파운데이션그거뭐야타이타이거그엄마이거샀어이거보니이것도오일인데이게되게그양귀비가색깔이산다입이지산다입이양귀비가썼던그천년간포오일이래에손난거왔다고이거읽어보니까이게그슈류가굉장히여러가지있었는데지분도하다니아와사때엄마가이렇게오늘보니까어이게건조하다고했더니이오일을추천해줬어추천해줬는데오일그리고재밌는것이있었어거기뭐야그거이게뱀핀뱀핀뱀핀이엄마진짜뱀핀하면안돼 だってさ今回福岡来てうんこした
まだ行くかもしれない。1回も行ってさっきアジョシにテレビ電話でまだうんこ出てないわよ。근데이게세트야자기가근데자기가골라가지고세트할수있어요그래그래가지고엄마가샀어이거아참그리고엄마루이보스이거아샀다한다루이보스이거하나샀어 재밌었어오늘이미세가여태까지일본에와서간미세중에서진짜제일재밌었어그래볼게너무많아근데뭐다다시가했다는데이러이러試されて しかもなんかあれでしょこれのテンポが効果だけじゃなくて丸い新宿と丸い有楽町にもあって、うん、大阪と渋谷にもできるらしいよ、うん、またそこ行っても買えるしね、うん、じゃ あ, 気になる方はこちらの概要欄をチェックしてみてください。それじゃあ今日の動画はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。稼いだお金がない、積み上げるお金がない。